スフィアン・スティーブンスはアメリカ合衆国ミシガン州出身のシンガーソングライター。ストーリーテイリングを得意とし、自伝と宗教的な幻想と土地の歴史を絡ませながらスケールの大きなフォークソングを作り出す。レコーディングでは複数の楽器を自らこなし、すべての楽器の要素を巧みに組み合わせて奏でられるメロディーが特徴。ユニークなアイデアの持ち主で、 アメリカ50州のそれぞれのためにアルバムを作るという壮大な計画を発表し話題を呼んだこともある。1999年ギフと共同設立したレーベルアズマティックキティからアルバム A3 ゲームでデビュー。5作目のアルバムイリノイがビルボードのトップヒートシーカーズチャートで1位を記録、収録された楽曲シカゴで広く知られるようになる。 2017年の映画、Call Me By Your Name のサウンドトラックとして、楽曲、Mystery of Love を提供し、アカデミー賞の最優秀、オリジナルソング賞、グラミー賞の最優秀、ビジュアルメディアライティングソング賞にノミネートされた。ステージに立つスフン・スティーブンス1999年6月13日、ギフト共同設立したレーベル、アズマティック・キティから、 デビューアルバム A3KM をリリースする。2001年9月17日、2作目のスタジオアルバム Enjoy Your Rabbit をリリースする。2003年7月1日、3作目のスタジオアルバム Michigan をリリースし、世界中で反響を呼ぶ。2004年3月16日、4作目のスタジオアルバム Seven Swans をリリースする。2005年7月4日、 5作目のスタジオアルバム、イリノイをリリース。批評家から絶賛されたほか、ビルボードのトップヒートシーカーズチャートで1位を記録する。2006年、前作、イリノイに収まりきらなかった曲が集められた、コンピレーションアルバム、ザ・アバランチをリリースする。2009年、ブルックリン・クイーンズ高速道路のための、公共曲プロジェクト、ザ・ブケをリリースする。 2010年10月12日、6作目のスタジオアルバム、ザ・エイジ・オブ・アズをリリース、全米7位を記録する。2015年3月30日、7作目のスタジオアルバム、キャリーロウェルをリリース、全米10位を記録する。ピッチフォークフェスティバルに出演するスフン・スティーブンス2017年、映画、Call Me By Your Name のサウンドトラックとして、楽曲、 ミステリーオブラブを提供する。第90回アカデミー賞の最優秀オリジナルソング賞にノミネートされ、受賞式では同楽曲を披露した。また、第60回グラミー賞では最優秀ビジュアルメディアライティングソング賞にノミネートされた。2020年9月25日、8作目のスタジオアルバムザ・アセンションをリリースする。 スフィアン・スティーブンスは多様なジャンルの音楽を制作しており、エンジョイ・ユア・ラビットのエレクトロニカ、セブン・スワンズのローファイナ・フォーク、イリノイのシンフォニックなインストルメント、クリスマスをテーマにした、ソングズ・フォー・クリスマスなど様々なスタイルのアルバムをリリースしてきた。彼は様々な楽器を使用しており、同じレコーディングでも多くの楽器を自分で演奏していることが多い。 スフィアン・スティーブンスの音楽は宗教や精神性を中心とした様々なテーマを探求していることでも知られている。かつてバンドメンバーとしてケイシー・フベア、シャラ・ワードン、アニー・クラークラが参加していた。スタジオアルバムコラボレーションアルバム。ありがとうございます。